バンズのスケートミッド。定番のスケートハイがミッドカットバージョンになったものですが、世界的に見てもそれほど人気がないモデルでしょう。はじめに伝えておきたいのは、私自身スケハイは昔からかっこいいと思いながらも、人生で一度も購入歴がありません。その理由というのは、他のバンズの定番モデルと違い、スケボー用途で履く以外ではスケボーをしていないような人間が履くのはおこがましいから履いてはいけないという謎ルールが昔から自分の中で存在していたからです。本当に謎ですけどね。もちろんハーフキャブもこれと同様に該当はしますが、ハーフキャブに関してはスケボーしていないような人間は履かないでしょうから省いています。私も10代の頃にスケボーも BMX もかじった経験はありますが、当時はスケハイやエラには目もくれず、履くのはオールドスクールかスリッポンのみで固定していました。世代的にスケート用はエアウォークも人気でしたが、私はバンズ以外ではビジョンを履いていたくらいですね。そんな風に人生これまで来たわけなんですが、何を血迷ったか、ここに来てミッドならギリオッケーじゃねと自分に言い聞かせる感じで初めてスケートを購入したというわけです。何がギリなのかも分かりませんが、これはハイカットを妥協してミッドカットにしたということではなく、バンズボルトから今年頭に新しくリリースされたスケートミッドに一目惚れしたからなのです。スケートミッドというのはスケートハイが登場した10年以上後になってからリリースされたモデルになります。スケートハイは1978年にスタイル38として登場し、現在バンズの定番モデルでは唯一のハイカットモデルであるスケハイことスケートハイ。オールドスクールと比べてもハイカットになるだけでストリート感は溢れながらも、ボテッとした感じが若干薄れ、なぜだかスタイリッシュに感じます。発売当初からスケーターに人気になったスケハイですが、その後80年代後半になるとパッド部分の上部を切り取ってミッドカットの状態にして履くスケーターが増えていくことになります。こういったスケーターの要望に応えるためにバンズがミッドカットのスケートを製作することになりました。これは1970年頃からオーセンティックにパッドを入れて履く人が増えたことで、エラの開発につながったのと同様にストリートから生まれた流れということです。このミッドカットはスタイル83としてリリースされましたが、厳密に何年に発売されたかは軽く調べただけでは分かりませんでした。おそらくは90年代に入ってからというのが濃厚で、1992年前後かと思われますが、確信はないので、どうしても気になる方はご自身で調べてください。ちなみに2021年にジョーンドとコラボされたスケートミッドは、今回取り上げるスタイル83の復刻ではなく、スタイル37をベースに復刻されたものです。スタイル37というモデルはスケハイの前身になったバンズ初のハイカットモデルであり、わずか1年間の生産で廃盤になったモデルです。なのでジョーンドコラボのスケートミッドはハイカットのモデルをミッドカットに落とし込んで復刻させたので、もともとからミッドカットのスタイル83とは異なるのですが、このスタイル37は後にミッドカットにリデザインされ復刻もしているので、少し複雑ではあります。90年代までのバンズはいろんなモデルが乱立してましたからね。それだけ選べるものがあったということでもありますが、1994年以降日本でのバンズブランドの展開は ABC マートの国内企画というものが出てくるわけですが、
当時10代だった子供にはそれが海外と違うデザインのものなんて知る由もありませんでした。とはいえ私個人としては90年代にバンズのスニーカーを ABC マートで購入した記憶はないので、何も知らず US 規格だけを履いていたという感じだったんですけどね。当然国内規格は ABC マートだけでの展開であって、他のスニーカーショップや並行輸入をしていたショップでは扱えないので、 ABC マート以外で購入すれば必然的に US 規格だったわけです。ただ90年代の頃はそこの差別化をする風潮はあまりなく、当時雑誌でも両方のモデルが混合していたこともあったかとは思いますが、 US 規格イコール海外限定モデルというような間違った認識の人が私を含めほとんどだったかと思います。もちろん事情に詳しい業界の人や一部のスニーカー好きの大人には周知の事実だったと思いますが、こういった情報もインターネットが一般普及してきた2000年代に入ってからようやく世間的にも認知が広がっていったというのが実際のところかと思います。現在では ABC マート自体がグランドステージの店舗では海外規格のバンズを扱っていたり、子会社であるビリーズエンターではそもそも海外規格だけを取り扱っているということも多くの人が知ることになっています。ちなみにオーセンティックの動画の時にも言ったかと思いますが、個人的には国内規格を頭ごなしに否定する気もありません。基本的には US 規格を買うことがほとんどですが、国内規格でしか出ないだろうなと思うような日本らしいというか特殊なモデルは過去に何度も購入してきました。90年代半ばという時代を考えると、 ABC マートが国内でのライセンスを保持したのはスケートミッドがリリースされて時間が経っていないタイミングでしたが、確信はないものの、スケートミッドに関してはおそらく国内規格では展開していなかったかと思います。もしくは短い期間展開させてすぐに廃盤になったか、どちらかでしょう。間違えてたらすみません。本家の US 規格のスケートミッドに関しては90年代後半には一旦常時発売されるモデルではなくなったと思われますが、その後いつ頃から復刻されたのかもわからないという、全然把握していない手いたらくぶりで申し訳ないです。一度復刻してからは定期的に復刻されてはいるものの、スケハイのように定番モデルになることはできずじまいだったという感じです。 US 国内規格ともにこういった感じだったため、必然的に目にする機会は少なくなり、その存在自体も2000年代に入り徐々にバンズ好きにしか知られなくなっていったんではないかと思います。スケートミッドは現在でも履いてる人も少ないのは見ての通りですが、黒男好みなんて言われ方をしても全く同意できません。そもそもが前述したようにスケーターの間でミッドカットが需要があったからバンズがわざわざ作ったものなんですから。しかしなぜかあまり売れなかったということですよね。やはりミッドカットはハーフキャブの存在が大きかったんでしょうか。実際に最近のプロスケーターとのコラボですら売れ残ってたりするので、スケートミッド自体人気がないのは間違いないでしょう。ただその方が私のような天の弱おっさんとしては履きやすくていいんですけども。今までスケートミッドを良いと思ったことはありませんでしたが、なぜここへ来て購入に至ったのかは、前述したようにバンズボルトから出たモデルが今まで見ていたスケートミッドとは違い、限定モデルなのかと思ったほど見た目が異なっていたからです。そこで現行のスケートミッドはオリジナルのデザインと少し異なるものだったということを知りました。このバンズボルトのオリジナルを再現されたモデルを画像で見たところ、
スケートミッドを買ったことがない私でも、現行モデルのミッドとの違いが一目瞭然でした。これを見て、なぜオリジナルを解約して復刻していたのかと思うのと同時に、オリジナルゴリゴリかっこええやん、というのがファーストインプレッションでした。バンズ好きなら一目瞭然ですよね。それはどこの部分かというと、アンクルのパッドが入った箇所にはステッチが入れられていますが、オリジナルは1段になっていて、現行のモデルは2段になっている点です。たったこれだけの違いなのですが、見た目の雰囲気が大きく異なります。絶対1段の方がいいのになぜ2段にしていたのか。2段にするなら3段になったスケハイでええやんとなりますし、1段ステッチにしてこそハイカットとの差別化ができていますよね。これを一度見てしまってからは、私の中でスケハイより良いなとなったわけです。ジョーンドコラボのスケートミッドも1段ステッチなのは認識していましたが、コラボ用の仕様だとばかり思っていました。スケートミッドの復刻ではモデル名にリーシューとついたものも出ていて、ジャズストライプは忠実に再現したとありますが、ステッチ部分には触れられていない始末です。このようにオリジナルモデルに近づけたミッドカットに惹かれ、先日購入に至ったということなのです。この気持ちが分かってもらえる人も少ないんでしょうね。ただこの OG スタイルのモデルは最近出てきたわけではなく、明確にいつから登場していたのか分かりませんが、少なくても2020年にはあったようです。完全にノーマークというか、バンズはオーセンティック以外そこまで見ていないですからね。ステッチを2段にして復刻したのは、シルエット的に着火との差別化を図っていたのかもしれないなとは思いつつ、そこはジャズストライプがついてる時点で明らかに違うと思います。ビリーズの商品説明では、ジャズストライプの位置もオリジナルのスタイル83を再現したとありますが、なんとなくオリジナル以上に上の位置につけられてるようにも感じますが、これはこの位置でいいと思いました。ただ見ての通り、私はアッパーの総柄を生かすためジャズストライプを切り外したんですけども、さらにバンズボルトのスケートミッドに関してはフィスネームも付けられておらず、非常に良い感じです。シューレースはかなり薄い平紐で、先端にラバーが盛られた珍しいタイプです。ホワイトのシューレースも付いていますが、このネイビーがいい感じでマッチしていますね。また頭部分にパーフォレーションが入った私の好きなタイプで言うことなしです。バックスタイルはヒールパーツの横の幅をもう少し細くしてもらえると嬉しいんですけどね。まあここはスケートすることも計算してのことなのでしょうけども、こんなところで他には別段語るような箇所もないですかね。要はパッと見のデザインというか、パッド部分のステッチが1段になったシルエットにやられたということです。購入を考えた時に、人気がないので全然サイズかけもなく、色は選び放題でした。無難に最初は黒にしようと思ったのですが、パンツをフルブレイクで履く場合、ちょっとオールドスクールっぽさが強くなりそうなのと、濃い色味だと頭部分のパーフォレーションが認識しづらいという点がややマイナスでした。なので白で考えていたのですが、先に出ていたこのモデルが目に入り、あえて冒険してみた感じです。シュータン、ヒールパッチのロゴは色がついていないシンプルな仕様で、結構珍しいんではないでしょうか。バンズブランドは防水スプレーをかける以外は全くケアせずに履きますが、これもガシガシ履いて味を出したいと思います。ということで、
まさかこの年になってバンズのスケートを買うことになるなんて思ってもいませんでした。ドクターマーチンを40代になって初めて買うようなもんでしょう。バンズブランドに関してはスリッポンは28年以上、オーセンティックは19年以上履き続けていますが、10年ほど前にオールドスクールからは卒業していたので、ある意味スケートミッドはそれの代わりのモデルということで、アンクルのステッチが一段になったモデル限定ですが、今後も愛用していきたいと思います。以上、スケートハイのミッドカットバージョンであるスケートミッドの紹介でした。今回はこんなところです。ご視聴ありがとうございました。